あ、チャンピオン艦隊戦、無敵を誇っていた挑戦者がキャンパスに膝を突きました。プロ9戦目にして屈辱のダウンです。見てください、ダウン取られるなんて。ワン、ツー。普段ならフェイントに引っかかるお前じゃないのに、しっかりプレッシャーかかっとんじゃないか。カウントが進みます。立てるか高村。フォー。立ちます。立ちます。立ちます。 やだ、負けちゃやだよ。やじま、やじま、やじま。立て、高村さん、負けちゃやだよ。俺が、俺様が負けるだと。立てくれ、高村さん。なんとかチャンピオンになるだけ、俺たちの夢も暇はねえんだ。 なんだよ、その必死こいた応援は。よセブン、俺様が負けるとでも思ってるのかよ。赤野郎が、まだ高村さん、よっしゃ。あっと、立った、立ち上がりました。挑戦者高村、からこ立った。しかしダメージはまだ残ってるようです。 矢島が一気に蹴りをつけるのか。ボックス、下がっちゃダメだよ。チャンピオンはストレートパンチャーなんだから。再開早々チャンピオンの猛烈なラッシュ。矢島のやつ、KOを意識するあまり攻撃が顔面に集中しとる。高村のやつ誘っとるのか。 挑戦者、先ほどの段から完全に立ち倒っています。高村ラッシュ、ラッシュ、チャンピオンをロープに追い込んだ。左右、左右、ものすごい一発。一発ごとにチャンピオンの背中にロープがめり込む。しかしチャンピオンの体も硬い。あの野郎、今こじ開けてやるぜ。 さっきそれでカウンターもらったの忘れたか。何度も同じで空海ダウンなんぞ赤っ恥かかせやがって。ただじゃ済まされえぞこれ。 高村、ダウン！挑戦者高村の強打爆発、チャンピオン立てるか。おや、カウントしません。あーっと試合を止めた。試合終了。新チャンピオン誕生。 守る、またしても1ラウンド KO。 わずか90秒でタイトルダッシュに成功しました。そして今、新チャンピオンの腰にベルトが巻かれました。